こんにちは、花山さん。そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保です。まあ、花山さんがね、言われていたことでだんだんこうまとまらなくなってきたようなトークだというふうにね、ご自身では言われてましたけども、気持ちはよくわかるなというところです。なんかね、やっぱり誰でもそうなんですけども、一角の人物に見られたいとかね、自分が偉く見られたいとか、綺麗にかっこよく見られたいっていうのは、これはね、究極思ってると思うんですよ。ただそれを言うことによってかっこ悪くなっちゃうんで、言わないというかね、感じないようにしているという抑圧を自分にかけてるんではないかなというふうに思います。だって結局ね、何かこう、なんですかね、昨日ね、実は町内会の役員会議で次期の役員を決めるためにね、いろいろと話し合ってたんですけども、まあ言うのがね、昔この役やったけど大変だったって言うんですよ。でこれね、自己陶酔なんですよ。自分がやったやつは大変だった、その大変なやつは私はやり込んできたんだよ、すごいでしょの表れなんですよ。で逆にですね、いや簡単だったよって言ったらね、いや手抜いてるんだろお前とかね、いや簡単だって言うほど余裕をかましてるけど大した出来栄えじゃなかったですよってことをやっぱりね、恐れているんですよね。だからそういうところにも現れてるのかな。自分がすごい時間を過ごしてきた、自分はものすごい知っているんだみたいなね、そういうところで張り合いたいんだけども、それを言うとかっこ悪くなるからなかなか言えないみたいな。でもね、ちゃんとね、表現しちゃってるんですよ。でこれがね、何を意味してるかっていうと、これ自己肯定なんですよ。他の人には分からないだろうけど、自分はこうだったんだよとかね、だからね、よく枕言葉に出るんですけども、いや知らないと思うけどこうこうこうなんだよって、これはねまさに自己肯定なんですよ。だから人が知らないことでまずね、先手を打ってしまって、要するにマウントを取って、あと自分の論理を展開するって感じですよね。だからどちらかというと、いや分かんないんですよと、ちょっと教えてくださいよとか、いやすごいっすねって、これを言い続けることってのは、結局自分を相手よりも下に落とす行為なんで、ほとんどの人はできないですね。でも結局表現者っていうのは、上手な表現者ってそれをやってるんだろうなと思うんですよ。例えば花屋龍馬さんがね、ペパーランドのステージに立って歌ったりマジックをしたりする、その時にどういうふうな、言葉遣いをするのかっていうのは、僕もまだまだなんですけど、これからもまだまだ勉強していきます、そんな気持ちで多分 MC をしてたんじゃないかなと思うんですよ。俺ってすごいでしょ、こんなにできるんですよとか、いや修行は大変でしたよと、ほとんどの人ができなかったけど私だけはくり抜けてきましたみたいなね、マジックの道だけが大変でした、音楽の道だけが大変でしたっていう風な表現にはなんないと思うんですよ。でもほとんどの方は多分その自分の表現の番が来たらね、それを言ってしまうんだろうなと思います。さあそこでね、ここまでの話まとめますけども、数多くいるいろんな感受性を持った方の中で表現できる人っていうのは少ないんですよ。なぜなら怖いですね。人の前で表現するといい反応ばかりではないんですよ。ほとんどが悪い反応なんですよね。しかも無言の悪い反応っていうのがあるんですよね。無言の、明確に人を傷つけてはいないけども、明らかに腹の中でこうだろうなというふうな、人間独特の感じる雰囲気というね、空気というやつがね、ぐさぐさと突き刺さるんですよね。なぜなら本当に感動していたら、その喜びっていうのは表現されるはずなんですよ。客席から、ステージの上からは恐怖しかないんですね。恐ろしいんですよ。褒められるかなとかね、ちゃんとできるかなとか、時間通りに終わるかなとか、みんな途中で帰っていかないだろうかっていうね、恐怖が常にあるんですよね。もちろん演劇が始まるとそんな恐怖は感じないほど、とてもね、集中して燃えるんだと思いますけども、ただやってる最中に何人かね、人が出ていっちゃうとか、ものすごく怖くないですか。ペーパーランドのなんかね、ドアが開いて何人か出ていっちゃったみたいなとこ見えるわけじゃないですか、ステージからね、光が漏れて、私はね、怖かったなと思いますよね。はい、そういう感じでね、やっぱ表現者っていうのはたくさんいるようであって、本当一部しかいないんですよ。でその表現者っていうのは、一瞬でも自分がすごい人でしょっていうふうな表現をしてしまうと、やっぱ崩れ去ってしまうんですよね。ですのでいつも謙虚に、どんなものでも自分が表現できるものだったらトライしていきたいと、どんな場所でも、たとえお客さんが一人でも、いやゼロ人でも自分をやっていくんだという究極のステージが YouTube なんじゃないかなと思うんですよ。 YouTube って観客誰もいないですからね。で自分の再生数を後で見るんですけども、怖いですよねこれはね。花山さん、数字が走るっていう話この前しましたけども、定額給付金ね、特別定額給付金の動画、今やっても再生数伸びないと思うんですよ。だからそのテーマで出すのって結構怖かったりするんですよね。当時はイケイケだったけども、今はね、多分ね、そんなに入らないと思うんですよ。で動画を上げることに恐れがあったりね、しかもネタも今ないですからね。分かんないですよ。私はね、そんな雰囲気を感じるんですよね。分かんないですけども
まあ私あげますけどね。この前ね、その麻生さんの名言集をつなぎ合わせてあげてみたんですけども、まあちょっと受けましたね。受けたけども、やっぱりね、思った通り再生数ってもう今はピークじゃないです、うん、まあだから切り口を変えてね、来年のやっぱ給付金、国民生活支援をみんなで出させていこうみたいな感じで、いろんなところにアプローチしていく。私は自民党の本部事務所に行ってみたりとかね、しようかなと思いますし、山本太郎さんの演説中にまあこう質問しようかなと思うんですよ。そうだな、テーマを切り替えてやっぱ生活保護にしようかな、うん、私ね、やっぱ生活保護の方が今関心が強くなってきたんで、生活保護をなんとかっていうために、まあ、この前ね、自民党の参議院議員の西田昌司先生のところにね、メールをさせてもらったりとか、今度山本太郎さんの演説に行った時は私はね、質問で表現してみようかと思います。ということで、うまくまとまってきたと思います。何がうまくまとまってきたかというと、客席からでもきちんと目立つことができるってことですよね。客席からでも、私はね、ステージに上がらないですよ。政治の舞台にも上がらないし、山本太郎さんのようなステージに上がらないです。でも質問することで、久保さんよく聞いてくれましたっていうふうに、多分ね、ステージに上がったと同じ効果を出すことができると思うんですよ。で、学校でもありますよね。この問題分かる人って手を挙げるのって結構勇気があるじゃないですか。それはね、私はステージの上からたった一人でステージに乗って、そこから何かね、パフォーマンスをしたりとかお話をするよりも、ステージの下から手を挙げることの方がむちゃくちゃ簡単なんで、私はできるんですよね。でも、こういうふうにステージの下から質問させていただいてね、で、ステージの方とこう絡んでいくっていうのは、私にとっては一つの重要な表現方法かなと思うんですよ。そうなんですよ。普段はね、私はいろんな方の質問を受けて、相談事をいろいろとね、返しているんですけども、まあ、たまにはね、私の方から問いを投げかけてみようかなってことですよね。ということで、前半の動画を終わります。後半はですね、松潤さんのことについてちょっとお話しましょう。これそんな長くないです。松潤さんの方ね、ご覧いただきましてありがとうございました。速稼塾っていうのは、本当にね、ジャンル幅広いんですよ。私のトークのテーマも結局は金稼ぎましょうとかね、あれやこれやなんかこの儲かる話ですよだけじゃないんですよね。でも結局は全部お金に関わることを私は話してるんですよ、うん、でというのはね、全ての活動にはお金がかかってるんですよ。どう否定してもお金がかかってます、うん、どんなこともです。こうやってぼーっと生きてるだけでも、じゃああなたの着てる服はいくらですかって話になっちゃったりとかね、うん、ヘアメイクにはいくらかけてますかとかね、この前ライブでやってましたけども、セットをね、結局お金なんですよ。こうしてる間もインターネットの通信料も引き落とされてますし、電気代もかかってるんですよね。だからこのね、お金っていうものに私たちはきちんと向き合って、一つずつ小さなことでも解決しなければビジネスはできないんですよ。そのぐらい考えてるんですけども、だから趣味だってお金かかりますよね。お金がなければ趣味も満足にできなかったりします。さあ、そこでね、私が今回の動画の後半で松潤さんの話をね、元にまとめようかと思ってるのは、どういうことかっていうと、松潤さんはピアノ弾き語りなんですよ。じゃあこれでどうやって儲けるんですかって話じゃないですか。儲かるんですよ、ピアノの弾き語りが。だってピアノの弾き語りしたいっていう人がこの地上にゼロってことはないでしょ。絶対いるでしょ。松潤さんはそのピアノ弾き語りをするってことに対してね、それからプロポーズとか歌うってことに対して問題解決ができる先生なんですよ。それは私にはできないジャンルなんですよね。だから松潤さんが速稼塾に入ることによって、速稼塾の幅が広がってるんですよ。他にもいろんなね、事情を抱えていらっしゃる方、そこから頑張って稼いで、今ね、別の人生に乗り換えた方もいます。そういう方も結局似たような境遇に陥っている方を引っ張り上げていくことができるんですよ。こういうふうな人種のるつぼが速稼塾なんですよね。速稼塾にはさまざまなドツボにはまった方ね、表現悪いですけど、ドツボにはまった方がそこで傷を癒して、またね、元通りの暮らしに戻っていくってことを一生懸命やってます。ということは、問題解決をした人ばかりがいるってことなんですよ。もしくはこれから問題解決をする人ばかりがいるってことなんですよ。で、速稼塾っていうのは結局ビジネスっていうのは、人のね、こうなりたい、ああなりたい、うん、これがしたいとかね、それからああいうふうにこれを目指そうとかね、そういったミッションに対する問題解決を提案する塾なんですよね、うん、ですので、どこを切り口取っても稼いでいけるということになります。なんで稼いでいけるかっていうと、自分の問題を本当に、ね、解決したいと思ったら、お金を払って自分の問題を解決してくれる人を雇うわけなんですよ。これ雇うっていうね、感覚です。よくね、情報商材を買うって言いますけど、違うんですよ。情報商材を買うっていうのは一つのポリシーであって、実は情報商材を作った人を雇うわけなんですよ。だからサポート期間の間に、
自分のことをメンテナンスしてくださいっていうふうにお願いする、だから指定関係ができるわけなんですよね。で、私の速稼塾っていうのはお客さんっていう言葉ではなくって、やっぱりね、指定関係、弟子なんですよね。弟子なんで、弟子がやっぱり幸せな生活を送ってくれるために時には厳しくねやらなくてはならないですし、厳しさを求めない方にはその茨の道をね求める時まで待つとかねあります。で、あとは褒めて育つ人には褒めて伸ばしていくし、それから時間がかかる人にはしっかりと時間をかけてあげるってところも必要ですし、急いでお金を稼ぎたいんだって人には急ぐ方法も提案できます。あらゆる面から私はね塾生さんの要望に応えれるように私自身が一番行動しないといけないかなと思うわけなんですよ。まあ、ですんで最近はねモッピーってやつをねまたやり始めたんですけども、2ヶ月ちょっと超えましたけどね、いやこれ今日もやりましたからね、多分ねポイントサイトモッピー誰よりも私やってますよ。アンケートの1ポイント2ポイントもやってますからね。なぜかっていうと私は1円も笑わないんですよ。全てやります。手間がかかりますよ。手間がかかるんで割に合わないです。だってアンケートを答えるのに3分かかったとして3分で1円とか2円ですからね、割に合わないんですよ。割に合わないけど、そこをやりながら割に合うやつもやっていくっていうね、もう骨の髄までしゃぶるとポイントサイトのねマスターになるぐらいの勢いでやる、うん、まあそんな勢いですね。 A8 ネットでトッププレイヤーになった私がねモッピーというポイントサイトでトッププレイヤーになれないわけがないんで、私はここをね突き詰めていってモッピーというポイントサイトで100万以上絶対にね2021年中に、もう上げてみせますよ。もう今でも20万超えてますからね、楽勝だなと思います。もしかしたら300万2021年いくかもしれないなと思っております。はい、ということでね、話が行って来て行って戻って最後お疲れ様でしたになりましたけども、よろしかったでしょうか。それではまたメッセージお待たせします。モッピーってポイントだとどう思います、ね、じゃあ失礼します。